西郷真央は、小林博美に続く23歳のプロゴルファーであり、彼女の強さの指標は世界ランキングやポイントランキング、メジャー勝利数や通算勝利数、獲得賞金額など様々な要素によって示される。選手として最高の栄誉とされるのが、プレイヤー・オブ・ザ・リアー受賞である。新人賞であるルーキー・オブ・ザ・リアーは一生に1度しか受賞できず、デビュー年の競技者に与えられる。 そのため、運命的な要素も含まれており、周囲の選手たちや彼らの強さに左右される、米女子ゴルフ界を席巻し、世界ランキング1位に輝くネリー・コルダも、全米女子プロゴルフ協会ツアーでのデビュー年にはルーキー・オブ・ザ・リアーを逃している。1990年、日本人で唯一のルーキー・オブ・ザ・リアー受賞者は小林博美だった。しかし、 今年は23歳の西郷真央が2人目の日本人受賞者として期待されている。米全米女子プロゴルフ協会のルーキー・オブ・ザ・リアーは1962年に創設され、過去の受賞者には多くの著名選手が名を連ねる。小林博美は1990年に突如としてその栄誉を手に入れた。2005年以降、米国人選手は全米女子プロゴルフ協会のルーキー・オブ・ザ・リアーから遠ざかり、 毎年アジア勢が輝いている。国籍や出身地域に左右されることはなく、フェアに選出される。最後馬をプロゴルファーの強さは、世界ランキングやポイントランキング、メジャー勝利数、通算勝利数、獲得賞金額などから評価される。プレイヤー・オブ・ザ・リアーは最高の栄誉とされるが、ルーキー・オブ・ザ・リアーはデビュー年に限られる。 デビューした選手たちの顔ぶれや強さに左右され、運命的なアワードとなることもある。米女子ゴルフを席巻する米国人選手ネリー・コルダは、米全米女子プロゴルフ協会のデビュー年にルーキー・オブ・ザ・リアーを逃した。これまでの日本人選手も全員がルーキー・オブ・ザ・リアーを逃してきたが、1990年の小林博美以来、西郷真央が二人目の日本人受賞者を目指している。 過去の受賞者リストには、早々たる名前が並んでいる。初年度の1962年に受賞したのはメアリー・ミルズという選手だった。1970年はジョアン・カーナー。1973年はローラ・ボー。1975年はエイミー・ホルコット。1978年はナンシー・ロペス。1984年はジュリー・インクスター。 当時は米国勢が圧倒的に強かった。1990年の新人賞の栄誉をもぎ取ったのが、現在は日本女子プロゴルフ協会会長を務める小林博美だった。以後は外国人選手の勢いが増し始め、1994年はアニカ・ソレンスタム、1998年はセリ・パク、2003年はロレーナ・ナオチャが受賞、2005年のポーラ・クリーマー以後、 米国人選手はルーキー・オブ・ザ・リアから遠ざかり、アジア勢が新人賞に輝くようになっていった。ポイント制により、国籍や出身地域に左右されず、非常に公平に選ばれる。23歳の西郷馬をプロゴルファーの強さは、世界ランキングやポイントランキング、メジャー勝利数、通算勝利数、獲得賞金額など多くの要素で評価される。 プレイヤー・オブ・ザ・リアやルーキー・オブ・ザ・リアは、選手にとって大きな栄誉であり、一生に一度の希少なアワードといえる。選手たちのデビュー年や周囲の競争相手も影響を与えるため、ある意味、運命的な要素もある。これまで米全米女子黒ゴルフ協会に腰を据えて挑戦した日本人選手はどうだったのかといえば、樋口久子や岡本綾子、平瀬真由美、福島明子。 宮里愛も、近年では畑岡奈紗や佐藤優香、渋野雛子、古江彩香も、全員がルーキー・オブ・ザ・リアーを逃した。ただ一人、日本人でルーキー・オブ・ザ・リアーを受賞したのは1990年の小林博美のみだった。しかし今年は、23歳の西郷真央が小林に続く二人目の日本人受賞者となるべく、受賞にリーチをかけている。 創設当時は米国勢の独壇上米全米女子プロゴルフ協会のルーキー・オブ・ザ・リアーは優れた新人選手を称える目的で1962年に創設された過去の受賞者リストにはそうそうたる名前が並んでいる初年度の1962年に受賞したのはメアリー・ミルズという選手だった1970年はジョアン・カーナー1973年はローラ・ボー 1975年はエイミー・ゴルコット。1978年はナンシー・ロペス。1984年はジュリ・インクスター。1990年に新人賞を受賞した小林博美が日本女子プロゴルフ協会会長を務める現在。外国人選手の勢いが増し始め。以後はアニカ・ソレンスタム。セリ・パク。ロレーナ・ナオチュア。 トーラ・クリーマーなどアジア勢が新人賞を獲得するようになった。米国人選手は2005年以降、ルーキー・オブ・ザ・リアから遠ざかり、国籍や出身地域に左右されずフェアに選出される。